トレッセッテ、またはトレゼッテは、イタリアのトリックテイキングゲームである。スコパブリスコラと並ぶ、国民的なトランプゲームである。ポイントトリックゲームに属するが、カードの強弱が独特な点、A 以外のカードの点数を3枚ずつまとめて、計算する点、切り札がない点に特徴がある。文献上、トレッセッテの最古の記録は18世紀、初めのものであるが、 切り札がないことから見て、さらに古くから、あるゲームであることが示唆される。ゲームの名前は、文字通りには、3つの7を意味するが、名前の由来は不明である。現在では不明になったスコアの組み合わせを意味しているか、または21点に達するまでゲームを続けることに、由来するかもしれない。イタリアでは、地域によって、多くの異なった編集がある。トレッセッテは、イタリアで、 普通の40枚のトランプを使って競技する。イタリアのトランプは、貨幣、カップ、剣、棍棒の4つのスートがあり、角、スートは、A、2から7までの数札、及び、不評、騎士、王の3種類の f だからなっている。トレス設定のランク順は独自であり、2と3が A よりも強い。従って強い方から3に A、王騎士、不評7、6、5、4となっている。 同様のランクを持つゲームにはトルーコがある。ここでは最も普通の4人が2つのチームになって競技する場合を説明する。ディーラーはプレイごとに半時計回りに交代する。プレイも半時計回りに進行する。ゲームの目的は何回かのプレイを繰り返して21点以上を取ることである。21点に達したらプレイ途中でも中断して 21点になった側の、勝ちになる。各競技者2 0枚の手札が配られる。最初のトリックは、ディーラーの右隣がリードする。他の競技者は、リードと同じスートのカードを持っていれば、それを出さなければならない。なければ何を出しても構わない。トリックは、リードと同じスートで最強のカードを出した競技者が勝利する。 勝利した競技者はそのトリックで出たカードを獲得し、自分の前に裏向きに置く。それから次のトリックをリードする。以上を手札が尽きるまで繰り返す。絵札と3と2については、1枚あたり1、3点の点数がある。A は1枚で1点である。各競技者は、カードの点数の合計の整数部分だけを得点に、できる。最後のトリックを取った競技者は追加の1、3点を、 L。すべてのカードを合計すると10プラスに3点になる。最後のトリックを合わせて1回のプレイで最大11点が獲得できる。プレイは誰かが21点以上になるまで繰り返される。主殺の点数が1点未満の競技者は配り直しを要求することができる。ローカルルールによっては他の条件でも配り直しを要求できることがある。パーリットによると一つのチームが 全部のトリックを取った時は、カッポットといって、ゲームの勝利によって得られる、チップの2倍を得る。全部のトリックを取らずに11点全部を取ったら、ストラマッツといって、チップの3倍を得る。チームでなく、一人で同じことをした場合は、それぞれカッポットオねネストラマッツをねネと言い、それぞれ6倍8倍になる。トレス設定は二人で競技することもできる。 この場合も主札は10枚であるが、余った20枚のカードは裏返して、場に積んでおく。1トリックが終わるごとに、山札がまだ残っているならば、勝者から先に1枚ずつ、山札から取って、手札に加える。取ったカードは表を向けて、相手に見せなければならない。それ以外のルールは4人で競技する場合と同じである。トレス設定の基本的な戦略は、なるべく多くの A を集めることにある。 A が他の絵札よりも3倍の価値があるためである。したがって自分で A を持っている競技者は通常は相手の持つ同じスートの3ヤニを剥がすことを試みる。3ヤニが出てしまえば A は安全に出すことが可能になり1点を獲得できるからである。よって A 及びそれと同じスートの定位のカードを持っている場合、 まず定位のカードを出して、相手が3や2を出さざるを得なくなり、それによって A が安全に出せるようになることを期待する。もちろん、同じスートの A2.3 を一点に持っていれば、A は安全に出すことができるので、極めて強力な手札であるが、他のスートのリードによって、捨て札として出すことを強制されることがないように注意しなければならない。 最後のトリックを取ることで点数が得られるので、各競技者は終盤に入ると最終トリックに備えてカードの出し方を調整しようとする。チームを組んで競技する場合、ゲームに関するパートナーとのいかなる会話も禁じられている。これはブリスコラの場合と対照的である。しかし、パートナーと交換することのできる3種類のサインがある。ブッソテーブルをノックする。 これはトリックをリードするものだけが使用し、パートナーに同じスートの最大のカードを出して、トリックを取るように伝える。また、パートナーが勝った場合、パートナーは同じスートのカードをリードすることが期待される。この戦略によって、強力なカードを持っている競技者は、実際にそのカードを出さずに、パートナーが残りの強力なカードを持っているかどうか確認でき、 それによって強いカード同士を相打ちにしなくて済む。またゲームを自分のコントロール下に置き続けることができる。ボールカードをテーブルの数センチ上からカードを落下させる。このサインは競技者の主殺中にあるその数との最後の一枚を出したことを意味する。ストリッショまたはリッシカードを出す前にテーブル上を滑らせる。 このサインはそのスートのカードをたくさん持っていることを意味する。地方によってはこのサインは、廃れており、口で会話するのと同様ルール違反であると考えられている。ナポレターナは、トレッセッテコンラックーズともい,い、ゲーム中に手役を宣言すると、ボーナス点が付く編集である。31点まで協議される。A2.3 のいずれかの3枚組。 またはナポレターナが手札にある競技者は、そのうちの1枚を出すときにそのことを宣言すると、3点が得られる。A2.3 のいずれかの4枚組を持っている場合も3点が得られる。二人で競技する場合、ある組み合わせを構成するカードのうち1枚を出した後、山札を引くことによって、組み合わせができたら、それについてもボーナス点が得られる。この目的のために、 伝統的には、スコパと同様に獲得したカードのうちの1枚を表に、しておく。チャッパのまたは、トラベルソーンネは、最も少ない得点を得ることを、ゲームの目的とする。ある競技者が21点以上を得るまでゲームを続け、最も少ない点を取った競技者が勝つ。カッポとッ、すなわち11点すべてを集めた場合、その競技者は0点となり、他のすべての競技者が11点になる。 チャパノは二人以上で競技する。4.5人の場合は競技者は各自単独で戦う。主札は4人なら10枚、5人なら8枚になる。競技者が二人の場合は通常と同じである。競技者が三人の場合、ディーラーの右隣の競技者が14枚、それ以外が13枚の手札を得る。14枚のカードを持った競技者は、主札の中から1枚を選んで、自分の右隣に渡す。 受け取った競技者は同様に1枚を右隣に渡す。最後の1人は1枚を自分の横に置く。このカードは最後のトリックの勝者のものになる。チャパノのローカルルールの一つではある特定のカードを取ると11点が得られる。これは他のすべてのカードの点数の合計より大きい。このルールでは誰かが101点に達した時に終了する。それ以外のルールの違いはない。 トレシェタは、クロアチアのアドリア海沿岸部、特にダルマチアで競技されている。モンテネグロのアドリア海沿岸部、特にコトル湾でも競技される。イタリアタイプの40枚のカードを使用する。各競技者が単独で競技することも可能だが、向かい合って座っている二人がパートナーとなって、チーム戦を行うのが最も普通である。イタリア版との主な違いは、トレス設定が、 通常21点を目標とするのと異なり、競技者、またはチームが41点になるまでゲームを続ける、ところにある。また、最後のトリックを取った時の得点は1点で、1、3点ではない。以上を除くと、カードの点数は、イタリアのものと同じである。1、3点のカードのことは通常ベラと呼ばれる。3枚のベラ、または3枚の A。 または同じスートの3枚の最高のカードを持っていることをアクージャと呼ぶ。アクージャが役になるのは4人で競技している時のみである。アクージャを得た競技者は即座に3点を得る。ただし最初のカードをプレイする前にアクージャは宣言しなければならない。トレッシェタは時計回りにプレイされる。イタリア語版記事によるとトラベルソーネでは以上と異なり、 全員の手札の数が等しくなるようにあらかじめ4や5を抜いておく。3人なら4を1枚、6人なら全部の4、7人なら5を1枚と全部の4を抜く。何を抜いたかは全員にわかるようにする。ありがとうございます。